生田町子を4月21日の1936年1月11日は、日本の評論家、翻訳家、劇作家、小説家。父木平次と母勝との産男、か目のの橋として、鳥取県日野郡、貝原村に生まれた。1895年、地元の日野郡高等小学校を卒業し、翌年、時計がいる大阪へ出て、1897年、 桃山学院の2年生になった。本名は、工房大師にちなんだ、工事ながら、1898年、プロテスタント系のユニバーサリスト教会で受選し、聖書に親しんだ。翌年上京して、青山学院中学部の4年生となり、1900年、第一高等学校門下に入り、1903年、東京帝国大学門下大学哲学科へ進み、 美学を専攻した。一高時代から雑誌へ投稿し始め、大学時代の1904年には、上田里氏、馬場子町の芸園氏の同人となり、上田から長江の号をもらった。1906年、東大を卒業し、1907年、鳥取県の亀田藤夫と結婚して、与謝の鉄官、秋子夫妻の隣に暮らし、麹町区飯田町にあった。 整備英語女学校の英語教師を1909年の閉鎖まで務めた。この頃の数年間、女性の文学の進行に努めた。1907年夏、一校以来の付き合いである森田総平と整備英語女学校の経営主、球団中坂下のユニバーサリスト協会で女性のための文学講習会、京州文学会を開いた。ババコ 赤石重太郎らが講義し、大抜きかの子、青山菊江、平塚雷つらが調考したが、年内に並行した。1909年からニーチェのサラトゥストラを翻訳し、1911年年初に刊行した。その9月に創刊した平塚雷からの政党史を1913年まで後押しした。幾田春月、佐藤春を門弟とした。1914年、 はじめは、森田総平と共同編集で、反響詩を創刊した。翌年の同志の廃刊後、ニーチ全集の翻訳を志し、1916年から1929年までに、全10巻を出版した。また、1914年頃から坂井敏彦や大杉、久しと交わり、批評の目を社会問題へも広げた。1916年、自然主義全の調などで、 白樺派を論乱した。1919年、資本論第一文冊を翻訳出版するなど、社会主義に近づいて、1923年頃から離れた。1919年に、島田誠二郎の地上を、1921年に、高村伊江の実月の上に、お評価したが、指定関係は結ばなかった。1922年、 釈尊殿創作の準備を始めた。1925年から1930年まで、鎌倉のゆいが浜に住んだ。ハンセン病が、要望が崩れるまでに進んでいた。1929年、ニーチ全集を完結し、釈尊殿の執筆を始め、1934年の、失明にひるまず、1935年、シャクソ城館を観光した。また、 新薬決定不及版、ニーチェ全集全12巻を1936年にかけて出版した。1936年新春、渋谷区の自宅で亡くなった。聖殿院長公佐尾船子寺。吉富寺で葬儀を行い、鎌倉長谷寺の高台の母域に、1917年に亡くなった藤尾夫人の遺骨と共に埋葬した。隔れのは、新編祭館、復刻。 ありがとうございます。